始まりました始まりましたでは行きましょうかね。何一人足りないですけども、まあその前に道ズンレディオ、はい、せーの道ズンレディオ、はい、それで何でしたっけということで、ね、今日はですね、はい、メイン MC のでっかいのがね、うん、でっかいのがいないからすごい空いてるんですよね、部屋が寂しいですね、すごい寂しい、うん、どうしたんですか、リーダーの、まあ、首という手でメイン MC 降格ということでまあね、今日は、ね、残念ながら2人でちょっと頑張っていこうかなと、まあ、でもやっぱりね、大きいリーダー、我らのリーダーが聞こえない、何我らが参考にリーダーいなくてすごい寂しいし、私の相手がこのね、ジョイ、うん、なんかオブだけだと物足りないので、うん、今日はなんとスペシャルゲストをゲストを遠い異星の国から国もう神っすはい、ちゃんと言って、遠い異星の異星からはいスペシャルゲストを迎えました、はい、なんとはい、あのさぞかしなんかの SM ヘッドロックのりょうさん、どうも SM ヘッドロックのりょうでーす今日はねハンサムボイスということで、先週ね無理やりの無茶振りな電話出演も そう心よく引き受けていただいたでもなんかテンション違いますよね、いやちょっとねあの時はねやっぱねちょっと家だからさ家だからそうくつろぎモードだったからあイケメンボイス、ね、そうそう、あのね今日はちゃんとイケメンボイスね、あこっちがイケメンボイス、こっちがイケメンボイスだね、あ、そうなの、そうかな、あんまり感じないあれあ、そうだったそういうことで、いつものりょうくんをお迎えしてのそうですね、珍行動が、珍行動がお前さ、おいいきなり放送ギリギリの違う、珍しい行動を起こすって意味でしょ、あ、そう、珍行動になってくるまさかのそれでさ、それで持ってかないでください、私が食べたいんですよ、びっくりした、いきなり下ネタ出ちゃうよ、ピーあのこれピー入れといてくださいちゃんとみんなポーなんだ、あ、ポーだ、ポーだよバキューンでもいい、バキューン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 もいいよ、バキューンということで、りょうくんをお迎えしてのはい道連れレディオってことですね、よろしくお願いします、お願いします、お願いします、まあ、大してコーナーもないのでもう前回の続きということで、早速ね、曲を早いな、早いちょっと、もういきなり言っちゃっていいんですか、だってさ、もうやることないんだもん、それは、しにしといた方がいい、もうちょっと喋りましょうよ、りょうさん、そうだね、今日はほら、メイン MC、ランダさんなんで、りょうくんに質問なり、そうだね、ライブにかけて、なんなりと、いろいろと、りょうさん、あんまり興味がないので、おい呼んどいて、なぜ呼んだの、いろいろ聞いてあげてよ、りょうさん、P 行動がね、ピーコード、ピーコードがこう、目立つんですけど、それいつ頃からなのかな。いや覚えてる限り幼稚園ぐらいからもうしてたよ。この間なんてあれですよね、タバスコ一気飲み。ね、それ普通、それ普通。普通じゃねえから。普通。セメヘッドロックリョウくんのね、冬電話たくさんあるんですよ。たくさんありますよね。電柱見かけたら登る。そう、まずね、登る、結構登る、高いところ見ると登りたくなるサンシャインコミュニケーションもほら、レコーディング参加させてもらったときに、そこはしね、なぜか標識の上登ってたからすげえ、標識まで登るあとどっか一緒にライブ行った時もなんか、どこだっけ、川崎かな、建物を登って、ラルさん斜面、オブジェにオブジェに、まあそれはおいおいランドさんのブログでアップされるっていうことで、どうしたかな、だいぶ前だぞ、だいぶ前だ、結構前だ、画像探してね、そういう武勇伝をたくさん持ってるりょうくん、武勇伝ろくでもない武勇伝、全部だいぶね、なんか強いとかそういうのじゃないから、まあもうどうしようもない、どうしようもない、平均年齢下げ気味の、そうか、まあ、あれそうね、脳内年齢9歳ですかね、脳内年齢9歳もあったのかな、うん、9歳、あ9歳もない、もうちょっとあると思うけど、まあいいや、うん、で、なんだっけ、ふっといてまあいろいろね、対バンさせてもらってる SM ヘッドロックのりょうくんの、はい、曲、
今回はまた流させていただけるということで、前回に引き続きもうね、最後にネタにしたら早い、新曲もう、某リーダーは聞かせる気ねえっつうから、そうそうそうね、もうライブ言ってたよね、そう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 、ということなので、今回はですね、ヘッドロックの曲です。今回は今回もはい、じゃあヘッドロックのりょうくんにお願いします。お願いします。では聴いてください、 SM ヘッドロックで青春マックス。終盤の方にまだ5分まだまだね、半分ぐらいってことでね、メイン MC のラヌさん、もうちょっと頑張ってくださいさんね、もう、うん、もう役は果たしたと思う。早いな、なんかね、そう始まる前にね、うん、いや、ナオツくんがほら、いつもメイン MC じゃない、うん、で、うん、いや、私、じゃあ考えますって、うん、言ってた割には、うん、もう考えても喋りきったんで、え、もう私の中でもやりきったかまんちょっと待って、まだ前半でもう終わり。まあということでね、ほら曲を長く流せるってことで、ね、ああまあ曲でちょっと伸ばしてりょうさんのために私お前やるの、あ、俺のためなの、そう、なんかさ、このメイン MC のさ、なるにさ、ちょっとね、物申したいことがあってさ、はい、りょうくんから一リスナーとしてそうそうそう、あのね、なんかちょっと前にね、なんか俺がこうなんか募金箱を持って路上ライブ始めたとかやってた頃に、なんかそういう行動を尊敬しますみたいなメールが来たんですよ、ラムさんから。おお、素直に俺嬉しいなと思って、あ、覚えてない。で、そうで、対バンした後に、まあみんなに、対バンしたみんなにメールを送ってたわけですけど、はいはいはい、まあ飲みもやろうよみたいな感じで、まあジョー君とかね、今日いない直津くんとかメール返ってきて、でラムさんに送ったらね、来た、帰ってきたのはね、あのメール届きませんでしたみたいなメールみたいな、そしてえーってえ、何前回何尊敬してますみたいなメール来といて、え、何次の何帰ってくるメールは何メアドすら教わってメアド、え、変わってんのみたいな。すいません、うちのランさんそういう子なんでちょっとね、俺ね、びっくりした。メンバーにもだいぶ遅れて報告だから急に連絡取れなくなるからまあそういう、ちょっと、まあ、ミステリアスって思っていただければいいかな。あ、なるほどね、あ、うん、まあ、ミステリアスね、あ、まあ、はいはい、ヘイでヘイでね、困るなし、うん、そこを目指せばね、まあ目指す分には誰でも許されるから。結構それ念に持ってるんですね、私。何回メールでも言われたし、電話でも、この間のいや別にそんな言ってないやんそうかね、だいぶ念に持ってんだよ、きっとあ、でもちょっと嬉しいでしょ、念に持たれそうだよ、うん、ラルと連絡取りたかったっていう、うん、まあね、ことではないんだよね、きっと。あ、違う、うん、そう、じゃあちょっと待ってんだけど、どう思った、どう思った、まあ、ほら、そういうことなんだよ。いや、なんかさ、その何そのさ、すごいさ、褒められたとこからのさ、何落とされ普通みたいなさ、そのギャップが何これみたいなラムさん、いや、私何も考えてないんですよ、ね、あー、だろうね、今後は
メアド変えたら全員にメール送ってください。まだ私8割以上送ってないんですけど8割以上あのちゃんと送ってください。はい、すいません、まさかそれ怒られると思うのかそこかなんか MC に対して言われるかと思ってちょもうしょぼんってする覚悟をしてた、まあ、噛むことをね。そう、え、 MC に関してはね、あのね、あのハキハキと喋ろうかな。ハキ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 とね、まあ俺もあんまねりょうさんはマイク食ってるし、マイク食ってるからあおわーなるけど、いやあれはすごい尊敬する。あ、マジそこだったの、入るな。そう、そういうとこ入るな、まあ、そこ、うん、今のピーみたいなもんだよ。やめてください。今今のマイクだよ。もういいからもう、まあ、そういうことで、あのせっかく来てもらってるんでね、はい、ちょっと真面目な話を。あ、そうですね。じゃあ、オブお願いします。はい、オブ、オブ、あ、間違えた、ジョイ。ジョイ、もうほら、まとまんないからはい、イエス。はい、ライブ情報ですね、今月4月30日栃木の宇都宮ケントで何笑ってるの。なんでないですライブをやります。やったー。はい、でまあ、今回はね、あの久々、1年ぶりぐらいの、私初ですね、うん、そう、ランナさん入ってからの初のライブなので、ぜひ皆さん来てくださいあのね、ちょっとね、普段メイン MC じゃないから、もう一回行ってみ、もう一回、あの皆さん来てくださいちょっと省略ねあの、いただきサイトのね、ほら、あの、ワルキューレ、うん、新曲を引っ提げて、もう一曲あるけどね、もう一曲、あの、某飲み屋さんの仕事もありますので、あのドリンクのね、もう身内しか分かんないからねほとんど分かんない。まあいいや、3組はこれでいいや、はい、あとあのヘッドロックからも、はい、はい、はい、あ、じゃあね、僕ね一人なんですが今、なんとね来月からポーポー、お、そこでそこ別に仕事やってねえし真面目だよはい、関東ツアーやらせてもらいます。仲間から関東全部回りますんで、はい、でその中で6月19日に、はい、なんとねこのサンシャインコミュニケーションと対バンも決まっております。やったー。さらに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 9月3日に、ツアーファイナルとして SM ヘッドロック企画を予定してます。ふぅ、はい、なんとなんとギタリストでサンシャインコミュニケーションのソロブ J のふぅサポートが決まっておりますイエーイイエーイ、まさかのサポート、まさかのサポート、ヘッドロックとのすごいですね、合同企画、かなり。しかも今ねほらうちのサポートもやってくれるケットシーの、うん、ケットシーのカズくん、カズシもスーパードラマーカズのサポートも決まっております。笑顔でブラストカズシ、そう、笑顔でブラストカズシもねということでね、すごく楽しみなイベントがいっぱい、はい、目白押し、目白押しです。りょうくんお疲れ様です。お疲れ様です。 あともう一つ音源も、急だし、はい、音源も CD だけじゃなくて iTunes ストアとか Amazon の MP3 ダウンロードなどもできますんで、はい、はい、ぜひ聞いてください。皆さん撮ってください。はい、お願いします。サンコミのねあのホームページのリンクからね、うん、SM ヘッドロックは飛べるようになってますんで、はい、ありがとうございます。ガンガンぶっ飛んでください。ぶっ飛んでください。目白押し、目白押しちょっと気に入ったぜ気に入ったぜ、気に入ったぜじゃね、気に入ったぜ、まあ、ということでね、あの、そろそろお時間の方も、今日は治療師でお会いしました。だいぶね、だいぶね侵食したね。ちょっと来てもらって悪かったなって気持ちが、いやいや、全然全然怪我した、怪我したちょっとだいぶね、大きいが、でもあの、またぜひ次回もよろしくお願いします。いや、ぜひぜひぜひまた出させてください。もうあの、ノツくんいないときは毎回彼もあの、多忙なんで、あ、そうですね、いろいろと、ということで、じゃあBMC のランさん、はい、ぼ、え、なに、なに言うの、なんでぼって言ったの今いや、なんかほら、綺麗に締めようぜ、うん、それでは、来週も、再来週も聞いてくださいね。え、あ、いや、もういいもんや、一日もないんだもん。分かった、はい、はい、じゃあ、サンシャインコミュニケーション、ギター、ソウルオブジェイト、 SM ヘッドロック、ベースボーカル、リョウト、ボーカル、ライリエットまた再来週バイバーイ。